タイムズタワーニューセントラルバンクタワーはケニアの首都ナイロビにある38階建ての建造物。タイムズタワーとしても知られる。タワーの建設は1997年から2000年まで行われた。2000年5月140メートルあるタワーは東アフリカ及び中央アフリカ地域で最も高い建造物となった。総合ビルとして機能するタワーには七層に及ぶ 銀行業の店舗と計11階層分に及ぶ駐車場が入居している。建物は地震にも耐えられるようで在院されており0.9メートルから3メートルの厚さがあるコンクリートの上に建設されている。また、タワーはケニア再入庁の本部が入居する唯一の建造物である。この採入庁によって税金の減免や管理を行うために使われているのである。 ちなみに、ケニアにあるすべての企業は2007年から政府指導のもとに現金電子登録のシステムを用いて税金の納入を行うことが求められている。毎月の20日に税金の納入期限が定められていることから、ニューセントラルバンクタワーには通常その税金の納入日が近づくと、ケニアにおける多くのビジネスマンたちが建物の前に列をなしている。建物のセキュリティは厳重で、 来訪者は金属探知機を使用する警備員の検査とスクリーニングを通過する必要がある。また、常時武装した警察官が警備に当たっている。地上階から建物へ入る場合には、地域に住む人々にはケニアで発行されている ID カードを、また外国人であればパスポートがそれぞれ必要とされる。無論タワーの関係者でなければ、こうした 身分証明なしで入ることは許されていない。その他、建物内には6つのエレベーターが設けられており、タワーの7階などは関係者以外でも入場等の政権がかけられていないのも特徴である。ありがとうございます。